フランツ・ホア・シュターリオンは、オーストリアの首都ウィーンにあるスタジアム。1925年に建設された、このサッカー専用スタジアムは、オーストリア・ブンデスリーガに属している FK ・アウストリア・ウィーンが、本拠地として使用している。完成当時の正式名称は、チェスケイスス・スタジアム、当時オーストリア一部に所属していた、SK ・ソロバン・ウィーンの本拠地として使用されていた。それ以降は、 A.C. スロバン・ウィーン、チェコのハート、F.C. ウィーンなど数多くのクラブが、トースタジアムを、ホームスタジアムとして使用していた。それまでは確定した、ホームスタジアムを持っていなかった FK アウストリア、ウィーンが、トースタジアムを本拠地として使用し始めるのは1973年のこと。1974年には、ウィーン州サッカー協会会長として優れた功績を、 残したフランツ・ホアを称えて、現在の名称、フランツ・ホア・シュター・ディオンに変更された。何回もの大掛かりな集築、拡大工事が行われ、現在の収容人数は17,500人。周辺にすでに様々な建物があることから、これ以上のスタジアム拡大は不可能とされており、スタジアムの拡大化よりは、モダン化が進められている。 トースタジアムの北側には FK アウストリアウィーンのトレーニング場、東側にはウィーン州サッカー協会のオフィスがある。南スタンドは FK アウストリアウィーンの元選手、マティアス・シンデラーを叩えて、マティアス・シンデラースタンドと呼ばれている。FK アウストリアウィーンは UEFA 主催の試合では対戦相手、またそれによって見込める集客数によって、トースタジアム、 もしくはエルンスとハッペルシュタディオンを使用している。2011年に大手保険会社のジェンラーリー社がネーミングライツを獲得したため、現在ではジェネラーリアレーナに名称が変更されている。ありがとうございます。